日本が開発を急ピッチ行っている F3 戦闘機開発ですが、何やら壮絶な騙し合いが隠れているとの情報をキャッチしました。今回は、そんな F3 戦闘機開発の裏側を読み取っていきます。衆議院で審議が開始され、条約が通過するようです。イギリスは、日本の対中路を念頭に置いていることをよく理解しているようですね。英国は、世界最高の電子戦装置の経験があるし、日本は、最強のステルス機開発の経験がある。これは、本気で輸出が期待できるかも。最後まで見てくださいね。2024年4月25日、日本とイギリスとイタリアの3カ国による共同開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに関して、開発の主導を行う機関を設置するための条約が、日本の衆議院の本会議で審議に入った。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとは、日本では、グローバル戦闘航空プログラムとも呼称されている次期戦闘機の開発計画だが、次期戦闘機の機体のみに止まらず違反する無人航空機を含めた新たなシステム全体を包括するものでもある。ただし、そうは言っても GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの中でも、やはり最も注目されているのは、有人の次期戦闘機についてであることは間違いなく、いわゆる第6世代戦闘機と称される機体を世界に先駆けて配備する野心的な計画となっている。2024年現在は、最新鋭の戦闘機の区分は、日本を含む多くの西側諸国が調達を行っている。アメリカは、ロッキード・マーチン社が手掛けた F3 ゴライトニング2が属する第5世代戦闘機となっており、これを超える能力を実装することを目的としている。そのため、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて生み出される次期戦闘機は、第5世代戦闘機を超える、さらなるステルス性能とレーダーセンサ類、ネットワーク能力、そして無人航空機を完成することを目指している。ただし、アメリカなどは、自国内で開発中の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおける有人戦闘機と比較して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの機能が、いわゆる第6世代戦闘機には値しないと見ている説もある。そもそも、世界の数多の戦闘機を第00世代戦闘機と呼称する分類の仕方自体が、いわばその機能を見ての後付けの解釈に基づいた分類であることは否定できず、必ずしも確立された概念ではないという状況ではある。まあ、いずれにせよ GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて生み出される有人の次期戦闘機は、日本では既存の F2 を、イギリスとイタリアでは、同様にユーロファイタータイフーンを代替する目的で、2035年の実戦配備が掲げられている。日本の F2 にせよ、イギリスとイタリアのユーロファイタータイフーンにせよ、大きな括りの上では、いわゆる第4世代戦闘機に分類されている機体であり、3カ国ともに、第5世代戦闘機としては、F3 ゴライトニング2を調達している点も共通している。そうした状況下で、この F3 ゴライトニング2のような、いわゆる第5世代戦闘機自体を開発した経験のない日本、イギリス、イタリアが、第6世代戦闘機であるとする GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを開発することには、少なからぬ疑念の余地は確かにありそうだ。しかし、前述したように、戦闘機を第00世代戦闘機と呼称する分類の仕方自体が、後付けの解釈である以上、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、3カ国が目指す性能を満たすものであれば、それで良いとも、個人的には思える。日本で、次期戦闘機による代替の対象となっている F2 は、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとしながら、独自に、空対艦攻撃能力に重きを置いた機体で、最大で、4発の空対艦ミサイルを、運用可能な仕様となっている。したがって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて生み出される有人の次期戦闘機も、そうした空対艦攻撃能力を踏襲するものであり、近年増強著しい中国海軍の艦艇への対処を最大の目的としていると思われる。翻って、イギリスとイタリアは、
既存のユーロファイタータイフーンを置き換えることを目指しているが、どちらかといえば、自国の地理的な環境から空対地攻撃能力を重視しており、その点が日本とは異なるとも目されている。このあたりの次期戦闘機に求められる運用目的に、日本とイギリス・イタリアとの間に相違があることは間違いないと言えそうだが、今後、どのように、そうしたギャップを埋めつつ、各国が自国に必要な機体としていくのかが注目点になるのだろう。さて、こうした GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいて生み出される有人の次期戦闘機に関しては、その進め方や使用をめぐって今後設置される共同機関が大きな鍵となることは想像に難くない。日本は、今の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを、イギリス・イタリアとの3カ国で進めると公式に認めた2022年12月までは、従来通りに、アメリカ、具体的には、ロッキード・マーチン社との共同開発が規定路線と考えれていた。仮に、そうであっても、日本側としては、F2 において、結果的に、アメリカに、開発の主導権を握られたという経験から、次期戦闘機開発においては、自国主導の立場を打ち出しており、その舵取りが、本当に可能なのか否かに注目が注がれていた。しかし、アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおける有人戦闘機のリリースは、少なくとも2040年代になると予想されており、2035年から退役を予定している F2 の代替には、時間的な齟齬があった。また、アメリカは、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスにおいては、そこで開発される有人機の海外輸出は、これまでのところ念頭に置いておらず、最大でも、現状のおよそ90機ほどの調達と思われる F2 代替機には、ビジネスとしての利点も薄いとも思われていた。こうしたアメリカ側の状況を勘案して考えると、仮に、日本が、規定路線のアメリカとの F2 代替機の共同開発を承諾したとしても、どれだけ日本側が希求する自国主導という進め方に合致したのかという点には、確かに疑問符はついただろう。個人的には、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムが、アメリカ側が思うような、いわゆる第6世代戦闘機にはならなかったとしても、初めてに、日本が、アメリカ以外の国と主要装備の共同開発を行うことは意義があると感じる。それは、アメリカの戦力を中心とはしながらも、NATO という西側諸国の多数が加盟している世界最大の軍事同盟との政治的な距離を今まで以上に近くする効果は見込めるのではないかというその一点にある。日本が置かれた地理的な環境下には残念ながら NATO のような軍事同盟は存在せず、しかし急激な中国という国家の経済的、軍事的な圧力の増加の前には、日米同盟にプラスして、何らかのオプションを増やす選択も考慮すべきではないだろうか。今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは道は険しく、実際に日本が主導的な立場で開発を行えるのか否かも確かに不確実ではあるものの、そうした動きの一環として取り組む価値はあると個人的には感じる。こうした GCAP、グローバルコンバットエアプログラムをめぐる日本の動きについて、元外務省の主任分析官で、現在は民間の大学の教授を務める人物へのインタビュー記事が、週刊誌を母体とする媒体に、この2024年4月26日に記載された。そこで、同氏は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムとは、3カ国である。日本とイギリスとイタリアとの間での騙し合いであるとする持論を展開しており、この記事は多数のインターネット上の媒体に一斉に公開された。同氏の思想的なバックボーンには元外務省の主任分析官であった時代から連綿と続き、現在も筋金入りの親ロ派であることが、ことにロシア・ウクライナ戦争を背景に再度クローズアップされており、僭越ながら的を得た指摘とは思えない。何しろ、同氏は、今回の記事の中で、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの3カ国の中で、日本が、技術も財力も最も優れており、イギリスは、それを、都合よく利用しようとしているとの持論を展開している。この人物は、専門である、国際外交は、
抜きにして考えるにしても、かつて F2 を日本が手掛けた際に、それがアメリカとの共同開発に落ち着いた最大の理由の一つ、戦闘機用のエンジンを日本が国産化できなかったことすら理解はしてるようには思えない。